田中淳は、佐賀競馬の騎手である。勝負服の柄は赤、道志菱山型一本輪。熊本県出身、血液型 A 型。地方競馬教養センター騎手家庭第77期生同じく、佐賀競馬所属の田中直人騎手は実定。2003年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月29日。 第2回荒尾競馬1日目第8競争サラブレッド系 C に一般戦踏みのスコールで初起乗。同年5月7日、第2回荒尾競馬4日目第7競争サラブレッド系 C に一般戦をマヤのトップスで優勝し、初勝利。2005年7月20日第7回荒尾競馬2日目、第4競争サラブレッド系 C-18 組み条件戦を 踏みのモナークで優勝し、地方競馬通算100勝達成。2006年3月20日、第20回全日本新人王総派戦出場。2008年2月13日第15回荒尾競馬4日目、第6競争サラブレッド KC-20、組条件戦を、ケーズビーナスで優勝し、地方競馬通算200勝達成。同年3月4日、 第16回アラオ競馬3日目、ダイアソ大賞点をワイルドコマンダーで優勝し、重賞初制覇。2010年3月2日、第16回アラオ競馬2日目第6、競争サラブレッド系3歳から1組条件戦を、軽雲ルビーで優勝し、地方競馬通算300勝達成。2011年12月23日アラオ競馬、廃止により騎士を引退。同所属だった。 マキノ光カと共に、北海道の競争場育成牧場、追い分けファームに就職したが1ヶ月半で退職。その後佐賀競馬場で、休務員を務め、2012年9月29日付で、騎士免許を再取得。福山で9月29日から12月末まで、期間限定で起場する。期間中の所属は、吉井勝博9社。2013年1月1日から、 佐賀競馬場の来本成功級者に所属。2015年2月16日から浜田和夫級者に所属。地方通算成績は3095,396勝2着435回3着396回。勝率12.8%、連帯率26.8%中央競馬一戦、で勝。ありがとうございます。